編集チャンネル。年 1.2、3億ペースで今稼がれてると。独立してまだ1年ぐらいですよね。希望ですよね。スキルレベルで言うとこんなタイピングしたんですよね広告が出てる限りは仕事してる感じというかそういう意味では、土日とかもずっと片隅に仕事はあるんです。まあ、それ今も変わんないんですけど、まあ、今もやっぱこう毎日僕朝起きたらその前の日のコストとコンバージョン全部見るんですよね。会社員の頃の方が土日働くってないじゃないですか。まあ、店の中で、それは見てはいました。整理するとサイバーエージェントってグループ会社、子会社とか含めたら数万とか1万はいますよね、きっと。いるんじゃないですかね。はい、ちょっとごめんなさい、これ正確じゃなかったかもしれないですけど、営業局長ってことは役員と執行役員で合わせどんぐらいいるんですか。役員が10名ほどで、まあ、執行役員10名ほどだったってことはその次ってことだから、端的に言うと5000人以上いる中でトップ20何番目みたいな感じそれはまあそのすごい、その下にもいろいろ階層があるんで、僕がそうだっていうのはまあすごく全然言えないんですけど、仕事はまあその宿泊員の人とまあ直接やったりっていう感じのまあレイヤーって感じですね。50人に入りますよね。他になんかこういう役職があるみたいなので、プレイヤー職みたいなのもあるので、現場のその運用とかお客さんの営業をひたすら極めるみたいな職種もあるんですよね。規模感とか、まあ、ある程度のサイズのチームを引きさせてはいただいてたって感じですかね。60億ってやっぱ、サイバーさんの中でも大きいんですか。そんなことはなかったと思います。はい、でも最年少営業局長でしたっけ。まあ、営業局長だけの会議とかもあるんですけど、まあ、その中では一番年下でしたね、なった頃とか。まあ、最後の方とかはまあその年下とか出てきてましたけど、なんで井上さんがここについてゴモゴモしてるかっていうとですね、ウェブ業界のもう上流に来ると世界が狭くなってくるんですよ。おそらくこの動画はサイバーエージェントの人も結構な人が見るんで、井上さんあんまり言いにくいっていう、この井上さんの強調させて僕らが今代弁してるみたいなところはあるのと、逆に言うとそんぐらいすごい人みたいな。でそれもしかも新卒から叩き上げでずっとやってたっていうのがいいよねっていう話ですね。めちゃめちゃ連絡来るの恐れてますねなんでちょっと誇張されてるってリスクヘッジしておきたいみたいなこっちは気軽ですからね。こっちは気軽ですからもう気楽なもんですよ。すごいでしょとか言って、ストックさんチャンネルの方ではちょくちょく出て話してるじゃないですか。はいはい、クソマニアックなウェブの話をしまくってるじゃない。はいはい、あれですら結構来るって言ってましたもんね。来ますねYouTuber になったのとか日本で一番詳しいのとか俺が勝手にサムネのタイトルつけたらいじられるみたいな、はい、ちょっと話戻すと、新卒でそんぐらいもう追い込んでやってて、はい、役職どんどん上がっていくわけですよね。はい、それはなんかなんで上がっていったんですか。その1年目まず上司の方もすごいサポートしてくれて、まあ、お客さんにも恵まれて、まあ、ショーみたいなのを取って、2年目でマネージャーになったんですよね。マネージャーに2年目でなんですか。そうですね。まあ、サイバーエージェントの中でも、まあ、売上が大きいお客様で構成されてるチームに移動になったんですよね。サイバーエージェントで一番売上が大きいってことは、インターネット広告で一番売上が大きなサイバーエージェントの中で一番大きなチームってことですね。そうですね。はい、日本で一番広告費を使っているクライアントを担当してるみたいなイメージだったんですね。そうですね。まあ、1年目で、まあ、その相対的にある程度こう成果出たかなみたいな風に、まあ、当時思ってた節があって、はい、そこでも十分いけるだろうと思って入ったら、ボコボコにされるっていうインターンもやって、はい、1年目も経験して、はい、で行ってボコボコされるんです。そうですね。もう話にならないぐらいケチョンケチョンになりましたね。それ なんでそうなったんですか。お客さんのレベルによってもう提供するサービスも違うし、はいはい、そのお客さんが大きいってことはそのいろんな代理店からも提案がいくし、はい、でメディアからも直接提案がいくし、はい、お客さんのリテラシーも高いんで、こっちもやっぱりその当時エースと言われるような方々が担当したんですよね。で、まあ、その下に僕が入ってるような感じだったんで、まあ、これまでその提供したことがないようなレベルのものを提供しなくちゃいけない環境になってるし、求められる水準もいきなりすごくまあガッと上がったしっていうので、まあ、毎日詰められてひたすら働いると上本さ、日本で一番広告費使ってる企業ってイメージつく？分かんない。2つの R みたいな言われ方する。ああ、まあ、家の上さんからは絶対言えないんですけど、はい、その一つは違うんじゃないの。まあ、2つに1つってことですから、2つに1つ、まあ、あとはそのインハウスしてる部分もあったりするんで、まあなんともまあまあまあ、部分もあるんです。だから部署によっては本当数億数十億っていう予算の決裁権を持っている部長みたいなのが各会社にいるわけですよね。そうですね、はい、そこに担当する人っていうのはめちゃくちゃ詳しくないって、やっぱ数十億の予算をインターネットにぶん回せないから、うん、代理店の人より詳しかったりって全然平気で言いますよね。そうですね、はい、その人に提案して、まあ、要はコンサル含めてこう取引をしていくっていう、はい、めっちゃ求められる水準が高いんですよね。そうですね、例えばそのリスティングとか Facebook 広告とはみたいな話だけじゃなくて、うん、
ぱこう向こうの事業内容に踏み込んで向こうの利益を伸ばすために広告をやるわけなので、その手法が広告だったら別にいいんですけど、手法に頼らずその利益どう伸ばすかっていうのをちゃんとディスカッションができて、手法としてインターネット広告があって、でその戦術としてはみたいな感じで会話ができないとやっぱり難しいので、そういう意味ではまあすごくいい経験させていただきました。激しかったんですよねきっと。そうですね、まあ最初はもちろんそういう部長さんと話すようなレイヤーではなくて、先輩方にひたすら詰められ、磨いてっていう感じでやってました、ね、詰められるってどんな詰められ方ですか？野村証券はこの顔の前でどんなあれだそういうのはないんですけど、お前何言ってっか分かんねえよみたいな、パワポでその80枚の資料とか作ったりするわけなんですけど、当時であればどういう資料構成の流れで伝えるのがいいのかとかやっぱ全然分かんなくて、こう流れがぐちゃぐちゃだしストーリーがないしとか、まあそういう詰めをやっぱ食らってましたね。君の思考にはロジックツリーがないって言われて、ロジックツリーの URL だけ送られてきてこれ読んでも分かんねえみたいなとりあえず本屋行ってそれっぽい本読んでロジカルシンキングとはみたいな、人が詰められてる話大好きなんで僕いや、ね、2年目はもうそうやって追い込んでやってたんですね。もう2年目も3年目もそんな感じだったと思います、うん、同じような環境の若手も結構いたと思うんですけど、はい、折れちゃう人とかいなかったんですか周りで？いい意味ですごく成長環境ではあるんですけど、プレッシャーもやっぱすごくかかるので、まあ、その中で他にその価値を見出して転職する方もいるし、まあ、今でも頑張っている方もいるし、っていう感じですね。そんなクライアント万が一他の代理店にやっぱ変えちゃうって言ってなったら、そこの売り上げの、ね、数十億がまるっとなくなっちゃうわけですから、はい、それはプレッシャー半端ないですよね。そうですね、まあ、幸いしかもサイバーエージェントってアメーバとか今アベマとかで採用のためとかも含めて多分出してる、そういう企業ですみたいな見せ方してますけど、実態としてはやっぱ広告代理業が会社の中のもう利益の根幹じゃないですか。そうですね、はい、そこがキャッシュエンジンとして下がっちゃうと、こっちの投資できるキャッシュがなくなっちゃうから、ネット広告の方にやっぱエースがガンガン入ってくるみたいな。そうですね、とはいえその投資領域って伸ばさなくちゃいけないので、広告部門のエースって言われてたような人もアベマとかアメーバとかに移動するんですよね。なるほど、投資領域伸ばすの、なんでやっぱエースが抜けながらもその業績を伸ばさなくちゃいけないっていうことを、はい、まあ、やんなくちゃいけない大変さはあったと思います。なるほどですね、はい、育成体制みたいなのをしっかりしてたんですか？育成はもう一番こだわってる会社なんじゃないかなって思うぐらいしっかりやってたと思いますね、チーム持ってる時も誰をどういうロードマップで育てるかっていうことに死ぬほど時間使ってましたね、まあ、役員の方含めてすごく気にして会話もしてましたし、人の成長っていうところにすごく向き合う会社だったと思います。なるほど、まあ、僕もメンバーの頃もどういうことがやりたいんだとか言われて、まあ、言ったらまあやらせてもらえたし、まあ、メンバー持つようになっても程度拾って、こいつはこういうことやりたいからこういうミッション渡したいっていうふうに調整しても、意思があるんだったらいいんじゃないっていうふうに受け入れてくれたり。なるほど、だからこそ辞める人には厳しいのかもしれないですそこまでやってるから作ってあげたのに、まあ、その話はおいおい、まあ、その 2,3 年目まで、まあ、そういうボリュームの領域をやってたんですけど、まあ、すごいやっぱその時悩んだんですよね。そういうメインじゃない領域だったし、まあ、その中でどんどん同期も活躍していくのをまあ横目で見てるし、どうしようかなっていうふうに悩んだんですけど、まあ、その時にまあ最終的にはここでとにかく結果を出そうと思ったんですよね。ここでとりあえず120点150点を出せばなんかこうメイン領域やれるんじゃないかっていうふうに思ってやって、でそっからなんかスイッチ変わって、まあ、全然注目される領域じゃなかったんですけど、すごい伸ばしたんですよね。柱になるぐらい の、まあ、利益まで伸ばして、なんかすげえちゃんと運用やるじゃんみたいな感じになって、でメインの領域僕やりたいですって言ったんですね、そしたらいいよっていう感じで、まあ、元々 の、 そのエースの人と一緒にこうやらせていただけるようになって、まあ、僕はもう一人でやりたかったんで、いい意味でいらないっすよみたいな感じで、もう一人で全部ガンガンやって、一人でできるようになって、花形部署やれるんだったらちょっと他のチームのリーダーもやってみないかみたいな感じで、そこもなんか兼務するようになって、でそこもうまくなるようになったら、まあ、営業局長やってみないかみたいな感じで、まあ、最終的にチーム持ってみたいな、俺このままでいいのかなみたいなこういうチームにしたいんですよねみたいな、ビジョン経営やパッと見超ガチムチで怖いじゃん、会社乗っ取られるんじゃないかてめえみたいな、まあそれに近いような年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中、概要欄をご覧ください。